こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。いよいよ Amazon オーストラリアマーケットプレイスが始まります。これオーストラリアのニュースサイトの記事なんですけど、ブラックフライデーに Amazon が開始するというふうに書いてあります。で、実際にはね、ブラックフライデーの前日、つまり11月23日、明日ですね、午後2時にテスト販売をスタートするというメールがセラー登録を済ませた人に届いてます。それから、ブラックフライデーね、合わせてやはり始まりまして、スタート当初は FBA、提供されないんですけど、FBA サービスはですね。ただ、メルボルンのこの倉庫には、すでに FBA のエントランスと、ね、フィルフメント、Amazon フィルフメント、トラックエントランスと、ね、看板も立ってますんで、もうすでに FBA も、提供予定だと。ね、すぐにでも提供予定だという感じです。これは Amazon、US のね、セラーで、担当がついている方に、担当の人もそう言ってたと。すぐ始まるよと、ね。物販が始まったら FBA もすぐ始まるというようなね、話だったそうです。その形で、いよいよ、日本に住んでいる方に、朗報ですね。もう、日本だと、差額は取れないと。アメリカに送っても差額が取れる商品がなかなか見つけにくかったり、あるいは、価格差が、あるのは見つかっても販売できなかったりね、そういうことがあるんですけど、オーストラリアは何しろね、みんな新規アカウントでスタートするんで、非常に、期待が持てると。プラス、そもそもがオーストラリアには品物が少ないと。プラス、物価高でね、日本とかアメリカみたいにすごい競争がないんでね、物価は高いままです。そこに日本でいくらでも安く手に入る、いい商品、日本商品をね、送れば、これは儲からない理由が見当たらないというような状況なんでね、Amazon輸出、非常におすすめなんで取り組んでみてはいかがでしょうか。この記事の下の方にね、セラー登録なんかをする、マニュアルも載せてありますけど、こちらのね、メールアドレスとお名前を入力して登録するボタンをクリックしてくださいというところね、登録してクリックしていただくと、Amazon オーストラリアどうやって始めるか、どんな商品を扱っちゃまずいか、どれぐらい儲かってる人がいるか、そういったね、オーストラリア Amazon の、情報が届きますんで、ぜひこちらにご登録して、Amazon オーストラリアの情報をチェックしてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。